皆さん聞いてください。私たちヒューマとガジマは隣人として良き友として共存の道を歩んできました。それが今争いを始めようとしています。種族の違い、ただそれだけの理由で。そんな単純なことじゃない。正しい形になろうとしてるんだ。女王様は俺たちの味方じゃないのか。種族って何ですか。私たちは姿は違っていても、楽しい時は笑い、悲しい時には涙を流します。それはなぜでしょう。私たちの心は同じだからです。ねえ、あれは本当に女王様なの。私は思うんです。体なんて人の心を入れるためのただの入れ物でしかない。もし種族というものがあるのなら、私たちはガジュマでもヒューマでもなく、大地に生きる人という一つの種族なんだって思い出してください。私たちには共に笑い、泣き、悲しみ、喜べる時間があったはずです。親切にしてもらったこととか、一緒に美味しいものを食べたりとか。私の知ってる村では、おばさんがパイを焼くたびにみんなが集まって、ヒューマもガジュマもなく、みんなが美味しい美味しいって食べるんです。騙されるな。あいつは命が惜しいから俺たちを丸め込もうとしてるんだ。死ぬのが怖くて言っているんじゃありません。大好きな人たちと憎み合って生きるのは死ぬのと同じくらい辛いことだって思うから。陛下、あれはアガーデじゃない。どうか私の最後のお願いを聞いてください。皆さんがパイを、ピーチパイを食べることがあったら、一度だけ目を閉じて考えてください。あなたが美味しいと感じる心に種族はありますか？どんな姿をしていてもベイグなら気づいてくれるって。